煙わかんない。近所が気づかないじゃん、多分。そんな声も大きく出さないし。パーリーしてたらさ、ここでさ、ね。やってたらだけど。煙飛んでくっちゃうでわかんない、煙。じゃあ、焼けた匂いがしたら、なんか怒っていいよ。住人がな。じゃあ、こんばんは、皆さん。じゃあ、乾杯する。大魔法さんの醤油に。乾杯。見てください、これ。紹介した？ググったら一番人気の焼肉のタレ。紹介した？どんなサイトでも大体1位。エミリさんが昨日の俺が買ってきた半額のお肉じゃ許せないって言って、マキマさんといいお肉買ってきちゃった。ホルモンとトントロ、トントロと牛バラ、うん、牛バラ買ってきて、もう味付けといてくれたんだ。さすがマキマさん、いい女だよ。いい女なんです、うちのエミリは。エミリさんもなんか俺に合わせて髪の毛今日チリチリにしたみたい。すごい強くじゃね。いい配慮から弱火とか言ってた。消えちゃった。嘘だろ。牛脂いらなかったんじゃないか。お肉だから油出るから、自分で自油で。熱いな。ティッシュあった方がいいんじゃないか。赤ちゃんのお尻拭き用の使っちゃえば。出てこ、出てって。俺が まず牛からやろう。分からんけど。太った。うちも太った。お互いデーブです。はい、やり。とりあえず牛から。お母さん来た。映らないから座ってて、戻ったちょんって出てきて、ちょっこりはんみたいに。うちが役係じゃん、これ。誰も喋ってないよ、お前が。楽しい。ちょ、タレとか入れないよ。はい、今しないよ。なんでしないと思うんだよ。具材は、野菜は、白茄子、オクラ、エリンギ、キャベツ。恥ずかしがってないで、こっち来いよ。座れよ。あ、さあ、すみません、こんにいたわ。いない手で話してた。じゃあめっちゃ強い。タレいる？あんまいらんよね。辛のやつを私は。ご無沙汰してますよ。いつも隣にいるのに、もう半年ぶりに会ったみたいな。あ、お箸がない。ごめん。
あ、いいですいいです、手で手で組んでいいですよ、いいですよ、お母さんいいですよ、動かないで、ねこりおちゃん、こんなそうなったら寝なさいよね、こんなさちゃんちゃん、ちゃんちゃん、あっつ、いった、いった、あっつ、タンブラーで全然冷えてないから、触ってみ全然冷えてないから周りは。うん、そんな油出るから切る必要ないんじゃない。美味しそうタレ。美味しそうでしょ。うん、調べた一番美味しい焼肉のタレってこの世で。あ、キムチもないし。こんばんは。こんばんは。イエーイ。今日は攻めようと思うよ。お盆だし。俺か牧間さんどっちか泣くからね今日。なんだ理由で。うん？もうバチバチ。長芋いいやったな。焼き芋で長芋って入れる。コップでっかいんですよ。160円だったんだっけ。167円。167円のタンブラー。トントロ。これでこんなタンブラーでぶん殴られたら俺たぶん障害出ちゃうね。おばあちゃんにも長芋食いきたいから、ね、おばあちゃんも来ればいいの。すみません、ありがとうございます。どうぞ。嘘でしょ？どういうこと？むせてるってこと？当たり前だろって。何が当たり前だ？いただきます。お肉。まずはお母さんに食べさせないと。うん、おいしい。お母さん、ほらほら、ほら、お母さん、はい、あー食べる、これ手伝おうか。あ、大丈夫です。昨日、一人でチェーンソーマン乾燥したんですけど、みーちゃんがって待ってましたね、うどん食べさせてもらって、こんな伸びてるうどんでも幸せって言えるんだねって言って、バーン、うまいって言って。わかる？2話です、これ2話、1話だけ前みたいな。で、最後負けましたのにカシュッブシュッ。チェーンソーマン見た？これやろ、めっちゃでかかったの。これ167円。すごくない？暇の時これにいっぱい水入れて筋トレしようかと。もうこれウォーターサーバー入れてないもん。なくなっちゃうじゃん、こんな入れたら。もう氷と普通の水。今日僕バスケット行って友達ができたよ。友達できたの？2人ぐらい。連絡先教えてって言われて、友達じゃん。終わったらねって言って、結局連絡先交換しないで帰ってきちゃった。おい、なんか何歳ぐらいの時？41、2と1個上だから38、9じゃない。いいじゃん、近いじゃん。あのクルムのフィリピンパウク行こうって誘われた。クルメにフィリピンパブあるから行こうって言ったら、ふがしなんか、そこバスケ結構外人来てんだよ。あ、嘘だろやっちゃった。たまにあげてたもん。絶対食べない。そう、なんかベトナムの専門学校とか結構あるんでしょ。フィリピンの専門学校とかここら辺あるんですかね。で、
そう、そこの学生さんとかが来てるんだってたまに。パブに？違う違う違う、あのバスケしに。可愛い子が？いや、男だよ。あ、男が？そうそうそう。で、その男の子らが、そこのボーイとかやってて、働いてて、うん、飲みに来てくださいよって言って、行、うん、ったら付き合いができたらしくて。うん、あるんですか？精神パートくるのに。あるんですか？いっぱいある。いっぱい？多いよね。うん、頑張れみ。食べてもらえればいいだろ。まあね。なんかね、色合いがわからんかな。いいかな、これ。食べてないやん、全然。食べていい。食べるよ、いっぱい。タレは？味はどうですか？美味しいです、なんか。おいしい。ホルモンも焼く？まだ。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 タイミングあるから。ご飯は？ご飯、うん。いる？いないかな。いるときって秒でも来る。でしょ。エリンギ。玉もうるせえから焼いちゃうか。オクラは嫌い。オクラは無理だね。いいでしょ、幸せでしょ、こんな夜バーベキューやって最高ね。大変だ。どうした？いやいや、焼くのが玉。あ、これ、白ナスです。白ナス、白ナス焼いてみよう。みんな羨ましいから見てるんだろう。何してるの、みんなは。うらやましいってみんな指くわえて見てるんだよ。いい。かわいそうだよ。これは、ごめん。まず大変だったんだよ、ここの掃除。頑張ってたからよ。頑張っちゃう。えらい？うん。これからもじゃあ、毎日バーベキューしよう。ここで焼きそば作ったり。いいね。うん、お好み焼き作ったり。いいね。うん、クレープ焼いたり、クレープ焼いたり、うん、コナモン焼いたり、コナモンか、いなんか手だ。白ナス置いてみた。これ白ナス、うん、白いナスな。ユミさんってナスも好きなの？大好きな、ナスが一番よ、うん、自分で取ってみよう。ホルモン食べたいから。ホルモンですか？ホルモン好き？うん、まあ、うん、ここに置く？火が当たってない。はい、やめる。ここにね、ホルモンコーナー。白ナスって美味しいんだ。美味しいんだ。白ナス美味しいって。アマちゃんなんかあれだね、食い物に詳しいね。なんか、うん、福岡の子だっけ。何が？何を違反してるの？だって YouTube で言ってくればいいじゃん。何？なんか違反してるとか言われてる。うん、言わなくていいよ。
拾うと喜んじゃうから。喜んでんの？うん、嬉しいんだよ、コメント読んでももらえて。おみも一緒に来て食べなさいよ。何もしないんだもん。俺は食べるのが仕事。父親になって、うん。このままだよ。こっち見て。うん。あ、もう。よし。これ、ありがとう。もう泣いてる。どうした、タマ、おいで。食べちゃうぞ。手が怖くてないじゃん。うん。美味しい。お母さん、かれこれカジキに嫁いで早1ヶ月と、もう2ヶ月目。早いようで短いようで、時はあっという間に流れてしまうもので、だもんで、どうですか、今あなたは何を考えていますか。僕は前髪が目に入って痛いよ。ありますか、なんかこれだけは直してほしいなとか、これちょっとどうにかしてほしいなって。まあ僕らはあのお母さんが床で寝ちゃうのだけどうにかしてくれれば全然、それ以外はもう何一つ文句ないんですけど。エミリさんがあの心配するんで、お母さん倒れてる、お母さん倒れてる。そう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 お母さん日焼けするタイプですか、良しとするタイプですか。なんか美容で分かれるじゃないですか、日焼けが健康にいいよっていう人と肌に大敵みたいな、しないタイプですよね。僕もです。エミリさん今年ガングロギャルになりたいって言ってるんですよ。ガンギャになりたいって、ギャルっていうか日焼けのもいいかなみたいな、面白いかな。そうそう、中火です。弱火にする。あの見かねてお母さんが焼いてくれ始めた。おいしい、マシッソよ。花妻ルイージ始めた。ありがとう。何食えるって、ケーキ切っておくね。で、ね、そしたらケーキ切ったら平和にしたいんだけど、なんで悪口にならないかん。美味しいもの食べよう。これからうちのお母さんとエミリさんのお母さんがもしかしたら初めて電話で話すかもしれないんです。タイミングはいいかも。この後食べり、お盆ということで、はい、あ、いいね、サンチュ。あ、好き、ありがとう、サンチュ。うん、こぼしちゃった、タレ。まあいいや。うちのお母さん結構トゲあるんで気をつけてくださいね、ほんと。ないよ、トゲ。こんな時間になんだよ。はい。って一言目言うと思うんですけど。大丈夫だよ。大丈夫ですか。うん。ほんと、
思春期の中学生みたいなお母さんなんで、なんか気をつけてください。なんか広い心で見てあげてください。あ、じじさん、こんばんは。みたろさん、変な報告して、あ、違う、どんな報告？ちょうどママに見せてたんですよ、車で。ナイケ、なんていうポケモンだっけ、クルックで、ケロマツ、ケロマツポケモンのね、DM 来てからね。じじさん、ありがとうございます。お母さん、ママはすごい理解してます。お母さん、スカーレットやってないんですか？やってほしいんですけど、全然一体も愛着湧かずに終わって全クリしちゃったんですけど、いいね、4日ぐらいで全クリしてずっと寝ないでやってたよね。いや、面白かったですね。愛着湧いてたよね、ポケモン。感動しちゃったさ、スター団っているんですけど、今までロケット団とかなんとか団っていう悪いやつしかいなかったんですけど、うん、なんかいじめられっ子が結束していじめっ子を倒そうっていう、うん、そういうスター団です、うん、いい団でした。興味ないね、やっぱり。俺の話聞いてる。こっちが忙しい。聞いてるよ。聞いてる。聞いてるわよ。うん。じゃあ、うちのお母さんと、エミリーさんのお母さんが、ちょっと、何勝手に企画作ってんの？初めてのラップバトルするみたいなんで、8小節、16ターン。先行高校、ネタにするのはやめよう。分かった。普通のことだから。何ですか、時間が。いや、大丈夫です。うちのお母さんも昼夜逆転するゴキブリ生活なんで、切ろうって。うん、分かった。じゃあね、 YouTube 来てください。よかった。よかったら YouTube 来てください。悪口は雑で。ふふ、またねー。